皆さんこんにちは、ジクです。さあ今日ですね、視聴者の皆さんからオタク部屋を大募集いたしました。もう僕ね、オタク部屋見るの大好きなので、今回本当に楽しかったです。もう早速ご紹介していきます。はい、まず一つ目はこちら、ヨワペダ新海隼人さんのお部屋でございます。すごくない？このアクリルスタンドさ、もうこんなに男が並んでるの見たの高校の体育祭以来で、本当やば。負けました、僕の負けです。そしてこちらを見て、え、この方の職業で一級建築士だよね。え、やばくない？しかもピラミッドだけじゃなく、見て前で新海さんが新海さん飼いならしてるの、もうすごくない？ちょっともうこれ僕一個味見していいですか？新海さんってどんな味なんだろう。はい、お次はこちら、 BL コミック×BL アクリルスタンドのオタク棚でございます。え、これすごくない？もう僕 BL 大好きだからさ、こんなに本と悪質さ楽しめるなんて、もうすごい、天国すぎて、ここに住みたいね。え、家賃いくらですか？ちょっとスーモとかに乗ってますか？でね、こんな感じで本の重みと愛の重みでアクリルスタンドを固定してるなんて、え、これ天才じゃない？これだったらさ、悪質さも安全に飾れるし、え、もう最高。もう本当にもう男紹介して、なんかもうすごいね、これ。あと BL コミック団の方から見て、呪術廻戦の朝食ビュッフェ会場の画像来ました。え、すごい、美味しそう。全部僕もちょっと トゲピーのちょっとお腹空いてるから、トゲピー1個いただいてもいいですかね。はい、お次にこちらでございます。見て、すごい綺麗にアクリルスタンド飾ってるお部屋。もうさ、もう5等分の花嫁から配給から、もう何もすかもすごいね。てかさ、僕思ったんですよ、このヒップ前のさ、アクスタさ、こうやって集結するとエッチってセクシーじゃない？なんかヒップマイってなんかさ、集結させるとこんなになんか威力を発揮するんだと思って、ちょっと感動した。もう本当に僕もここに混じって、すごいなんかすごくトラナーナーをしたいですね。はい、こちらの画像も送っていただきました。本当にもう菅原浩司さん一本切ってくべしたいんで、もう菅原さんと一本切ってんだよ、こっちは。ありがとうございました。もうはい、お次見てください、僕の大好き天城りんねくんのお宅部屋でございます。りんねくん大好き。この方ヒョウ柄の布をね敷いてくれたらしいんだけど、りんねくんってさ、ヒョウ柄だよね。リンネ君ってヒョウ柄解釈言っちゃって、僕もリンネ君はエッチなヒョウ柄のパンツを履いててほしいっていう生き様を生かしてるの。だからもし公式からリンネ君のパンツはヒョウ柄ではありませんって出たら、僕なんか頭狂っちゃって、もう池袋東口でもうリンネ君のパンツはヒョウ柄ですって、もうストライク起こしかねないから、ほんとごめん、外野コータクが違う。でもそんぐらいだからさ、リンネ君ってさ、ヒョウ柄解釈言っちゃうんで、もうめちゃくちゃわかる。もうほんとこれなんか背景含めて可愛い画像だなって思いました。はい、お次こちらでございます。もうさ、綺麗すぎるガラスケース、もうやばくない？もう最高です。アップしてみるとこんな感じでございます。ワンピースからセーラームーンから、もう鬼滅の刃、僕もちょっと鬼殺隊でバイトしていいですか？え、バイトしたいんですけど。で、この方がですね、別で画像送ってくれたんですけど、見て、最優記、もう、令和6年に最優記のオタク棚見れるなんて、僕感動しちゃったもん。ちょっと、ありがとうございます。最優記のオタク棚見せてくれて。僕は7歳のオタクなんで、最優記とかもちょっとわからないんですけど、ゲットバッカーズ奪回もわからないし、ミスター古いすぎもわからないし、劣化の炎もわからない、7歳のオタクなので、全然最優記とかリアタイとかは全然してないです。はい、お次にこちらでございます。響き渡るさんと琥珀くんのオタク棚で、これ可愛すぎ。もうさ、この琥珀のオタクだな、もういい香りした。なんか今編集してるんだけども、なんかこの画像からいい匂いする。もうなんかいい匂いのする JPEG、 すごい。もうありがとうございます、いい匂いした JPEG。 このさ、渡るさんのオタクだな、何がいいってさ、この後ろに飾ってるさ、このわかる、額の縁もさ、渡るさんっぽくて、もう解釈一致だった。額までこだわってるのがすごいね、もう最高ですね。はい、お次こちら、ちょっとこのオタクだな、僕大好き。なんでかっていうと、欲に忠実。もうさ、もうアルハイゼンからヒョロット男子から、テニプリからもうツイステからもうさ、欲に忠実で大好き。で、この方がちょっとね、多分、ちょっとすごい人なんだなって思ったのが、土線にニャッキ飾るオタクってちょっとさ、すごいスパイス効いてそうじゃん。しかもちょっと、このさ、左上のアクセスもちょっとご説明いただきたいんですけども、ニャッキをセンターに置くオタクって結構さ、だってヒョロット男子より前に出るからね。これはちょっとニャッキセンターはちょっとなかなかスパイシーなオタクで絶対楽しいよね。うん。はい、お次にこちらでございます。ヒロアカと A3 のオタクだなんだけど、もうすごいこのさ、ドライフラワーをうまく使ったオタクなの最高じゃない？もうやっぱドライフラワー入れるとちょっと格上げされるなって感じがして、僕ちょっと勉強になります。ありがとうございます。そしてはい、見てください、日本の宝、水江健太の節番里でございます。僕、水江健太くんが安全に道路を歩けるように税金払ってんの、日本に。そう、だから水江健太くんが今後とも日本を平和に歩けるように道路の水江健太くん道路のために税金払おうね、みんなで。うん、このさ、やっぱ
ドライフラワーとか猫じゃらしいいね、これ勉強になります、ありがとうございます。はい、お次ヒメルちゃんとタスミピッピの、もうこれ可愛すぎ。やっぱさ、このドライフラワーのカスミ層がまた綺麗だよね。そしてさ、このブルーのさ、わかる、あのオタクグッズを飾る用のバッグみたいな、これめっちゃ可愛くない？これめっちゃいいじゃんと思って、アクセサリー飾ったりとかさ、グッズ飾ったりとかできる。これいいアイテム紹介してくれてありがとうございますって感じ。もうヒメルちゃんも見せてくれてありがとうございます。はい、お次アキニャとアマミヤさんのオタクです。これさ、もうオタ活はかどりそうなデスクだよね。もう可愛すぎ。もうあっちな見せてくれてありがとう。そしてうずきこうくんもいるのが分かってるね。ほんと一緒にガスト行こうっていう PR ランクになってくるんですけども、もうエターナルあっちなオブアマミヤの心ってなる。可愛いね。はい、お次は二次三次鏡社長のオタク棚でございます。もうさ、もう最新の二次フェスのアクスタも飾ったって、これすごい可愛いね。僕二次三次ハマったのが、あの社長きっかけなんですよ。もう100万スパチャ行ってますから、配信で待ってと思って、あの社長そっから二次三次ハマったんですよ。もうさ、板場も可愛いね。そしてガイアとディリックも飾ってあって、めちゃくちゃ可愛いね。で、この方ね、ヒメルちゃんも好きみたいで、てかさ、このさ、お皿に缶バッジ乗せて飾るのめっちゃ可愛いね。これもすごい、ヒメルバニーが輝いてて、なんといってもさ、この方のヒメルヌイめっちゃ美人じゃない？なんかさ、顔整えすぎて、ポップティーンのモデルじゃんと思って、現役読者モデルヒメルヌイじゃんと思って、もうちょっとすごく感化されましたね。うん。はい、お次も二次三次のオタク棚でございます。もうサニーさんがたっぷりですごい可愛いですね。で、この画像送ってくれた方ね、僕の大好きなエイスさんのペチコさんなの。もうめちゃくちゃイラスト可愛くて、もう昔から大好き、あの、ほんと、画像送ってくれてありがとうございます。あの、ペチコさんのツイッターの ID をここに貼っておくので、ごめんなさい、無断で貼っちゃう。ごめんなさい、あの、ちょっと不況したので、二次三次とか VTuber 好きな方、ぜひペチコさんフォローしてみてください。もうすごいイラスト可愛いので、ほんとペチコさんいつも可愛いイラストありがとうございます。はい、次はスタマイとアイドルマスターのオタク棚でございます。このさ、棚の空間をうまく使っててすごいいいよね。でもこれ気になったのが、ちょっとこっちでご説明いただいてもいいですかね。あの、画像送っていただいた際に、キャラクターの説明あったんですけど、ここがちょっと完全スルーでして、しかもちょっと使用感あるのがちょっと、あの、気になるです。余計気になるんですけども、ちょっと、やっぱりこういうのを僕見るの大好きですね。はい、お次はこちらでございます。もうアイドルだったり、コミックだったり、たくさん飾ってあって素敵ですね。拡大写真はこんな感じでございます。もうサンリオグッズとかうまく使っててすごい可愛いよね。そして僕も所属してるイコールラブの高松ひとみちゃんめちゃくちゃ可愛いね。ちょっと高松ひとみちゃんと僕がダブルセンターを務めている僕らの制服クリスマスの MV よかったら見てください。あ、ちょっと僕、あの、昔から虚言癖があるのでちょっと、あの、うん。はい、お次はこちらでございます。コミック棚とか、あの、虹パペもすごい可愛いね。アニコブが飾ってあって、もうすごい、ベリーキュートですね。僕さ、人のコミック棚見るの大好きやん。なんかさ、コミック棚で自分の好きな作品を見つけた時の嬉しさってあるよね。僕もこれ拡大して、お、テンカウントあんじゃん。わかっとるやん、ちょっと。BL 界の義務教育、テンカウントがありました。僕見逃してませんよ。もう義務教育だから、テンカウントは。僕も大好きなんですよね。はい、お次はアイドルでございます。なんと、こちら僕のお友達のレオくんなんですよ。僕のお友達アイドルしてるんですけど、その僕のお友達のオタクをされてる方から画像を送っていただきました。ありがとうございます。いや、なんか自分の友達がオタク棚になってるんだなって、なんかすごい感動する。感動したもん。なんかすごいってなった。うん。で、このレオくん自身も普段しオタクなんですよ。で、僕がインスタでオタク部屋の画像を募集してますって言ったら LINE が来て、俺も参加したいって来たから、画像送ってって言って来た画像はこちらでございます。あのね、レオくんはね、あのエトランゼシリーズ、あの BL コミックのエトランゼシリーズが大好きで、今まで買ったグッズ多分全部買ってると思う。ほんと 100%コンプリートしてると思う、今までのグッズ。うん。なんといっても2万円する複製原画買ってるんですよ。あの、なんか複製原画買うって相当好きじゃないと買わないじゃん。2万円とか3万円するじゃん、複製原画って。だから、もう複製原画買うくらいガチなんですよ。で、他の棚の写真はこんな感じ。もうさ、アンスタで言うとアドニスくんとコウガくんが大好きで、あと犬やしゃとかも大好きでね。あと、アチナとかも好きでさ、もうすごいでしょ、もうこれ。あの、男性アイドルとは思えないガチっぷりだよね。うん。さすがだね。リオピ送ってくれてありがとうね。はい、お次はテニプリのオタクなんですね。絶対ブンタくん好きよね。絶対ブンタくん好き。なんか僕も白石蔵之介のふくらはぎと太ももの在庫探してるんですけども、なんかお持ちだったりしないですかね、この方。なんかもし、なんか白石蔵之介くんの太ももかふくらはぎあったら、DM でちょっと。いただいてますか？ DM、うん、DM で白石の在庫、うん、確認させていただいて、うん。はい、お次は二次三次のオタク棚ですね。画像加工していただいてありがとうございます。いや、これ僕も買ったアーチナのクリアファイルなんだけど、やっぱりさ、
額に入れるといいね。アチナの可愛さがさらにアルティメットエタナルプリチーアチナになってるから、やっぱりいいね。クリアファイルやっぱ額に入れて飾るっていいなって、この写真見て改めて思いましたね。ありがとうございます。はい、お次はアンスタのシノノンとつかさ様のお宅だなですね。もうさ、ここもいい匂いした。全然いい匂い JPEG 案件だもん。なんかもう本当に最近のなんか JPEG は香るんだなって体感できました。ありがとうございます。もうさ、天使味がすごい。これ後ろのラビッツのポスターもすごい香ってくるね。もう金木犀だね。はい、お次はこちら、進撃の巨人だったり呪術だったり鬼滅だったり、とっても可愛いですね。僕もリヴァイ兵長の馬になりたいってこのフィギュア見て思ったもん。うん、リヴァイ兵長にまたがられたいなと思わせていただいて、本当にこの画像改めてありがとうございます。すごいね、やっぱお宝棚見てるとなんか新たな性癖も発掘できるし、もうなんか僕はリヴァイの馬になりたい。はい、お次はこちら、もういろんなグッズが飾ったってめちゃくちゃ可愛いね。もうソニコちゃんもあったりとか、もう可愛いね。いや、なんといってもこの伏黒めぐみ、わし大好きね。これさ、セガカフェの書き下ろしなんだけど、僕行けなかったよね。この頃呪術人気もうえぐすぎて、もう全然予約取れんくてさ、だからこのクリアファイル見て、あー、やっぱこのめぐみ好きってなった。あとオタク壁も送っていただきましてありがとうございます。もうさ、ダイナミックコートとかもさ、もう泣いちゃったもん。おじさん、うん、ダイナミックコート、うんってなったし、ちょっとこちらのキセくんエッチすぎますよね。僕ご説明、キセくんから説明受けてないんですけど、ちょっとこのキセくんちょっとエッチすぎますよね。なんか上裸かつ脇も見せて、鎖骨も見せて、キセくんあと DM で説明してください。うん、はい、お次はラブライブがめちゃくちゃ可愛いオタクだねですね。僕なんか女の子応援してる女の子大好きなの。なんかさ、もう可愛いよね。もうミクちゃんも可愛いし、僕もよく昔はなんか矢沢ニコちゃんだよね言われたもんでさ、本当にまた虚言言っちゃうんだけど、もうニコニコインってしてたの。うん、で僕はね、見逃さなかったんですよ。この右下見てください。僕ね、ぷよぷよシリーズがめちゃくちゃ好きで、待って待って、カーバンクルカー君のぬいぐるみあるじゃんと思って、もうめちゃくちゃ嬉しくなった。いや、もうさ、ぷよぷよってゲーム自体が好きなんだけど、もうシェゾが好きすぎて、もう頭いかれちゃったのよ。もうシェゾが大好きすぎて、だからもうカーバンクルのぬいぐるみ見っけて、これだってぷよぷよ好きじゃん、ぷよ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 好きじゃんって言って、もうほんとシェゾくん分からせたいの。うん、はい、そしてこちら、美麗すぎ、なんか美しすぎてちょっとため息出ちゃうくらい可愛いんですけども、もうセナユーだったり、アイマスだったり、もうすごい可愛い。こういうお宝なんてさ、もともとセンスがないと作れない感じっていうかさ、すごいセンスを感じて、僕本当にこれ見とれちゃいましたね。ちょっと拡大させてもらったんだけども、このさ、飾ってる香水もなんか実はディオールだったりして、そういうさ、なんか隠れたセンスもあったりとかして、なんかもう、これすごいセンスと思って見せてくださってありがとうございます。はい、お次こちら、めちゃくちゃ可愛いね。もう、キヨネコだったり、オトヤくんだったり、ルカリオだったり、僕と気が合うね。うん、てかこれ言っていいかわかんないんだけども、ルカリオってさ、ちょっと、いや、これ多分この方ルカリオを本当にかっこいい可愛いと思って純粋に応援してると思う、ナチュラルに応援してると思うんだけど、僕ルカリオのことさ、ちょっといけない目で見ちゃってんの。ごめんなさい、この画像送ってくださった方絶対ルカリオそういう目で見てないと思うんだけど、僕はルカリオのことをね、可愛い以上の目で見ちゃって、本当でもルカリオってさ、多分一部の層には伝わると思う。でもルカリオっていいよね。お次のこちらもめちゃくちゃ綺麗だね。もうスターレールが綺麗に飾ってあったり、あとネンドロイドもマフマフさんと、あとマーリンだね。いや、いいね。いや、こちらのお宅だな、もういい匂い案件だね。なんかいい匂いするお宅だな多いね。なんかごめんなさい、ちょっと気狂いした発言しちゃって、でもいい匂いするね、この棚。うん、この隠れてる部分はゲナゾの特典だそうですね。ご配慮いただいてありがとうございます。はい、お次は、スノーマン佐久間大介さんのお宅なんですね。佐久間大介さん自身もめちゃくちゃオタクみたいで、お部屋がすごいの。フィギュアとかめっちゃ飾ってあって、なんかガチオタクやんと思って。いや、イケメンでオタクっていいよね。なんかイケメンでオタクってなんかもうすごくそそられ、なんでもないです。そして、力一さんと迷いくんのオタクだね。かわいいね。このさ、ニットの力一さんめちゃくちゃかわいいね。てか僕、力一さんとサンゴちゃんの一サンゴラジオめちゃくちゃ大好きで、本当に面白いよね、あれ。二人ともトーク力やばすぎて、なんか30分ぐらい話脱線したりするのがめちゃくちゃ面白くて、V 好きな方ぜひね、135ラジオ聞いてみてください。もうめちゃくちゃね、面白いんだよね。はい、お次。てかさ、聞いて、僕さ、ちょうど昨日、ギブンのアニメを全話見たの。なんか、だからもう、昨日の今日でさ、この画像見て、待って、ギブンの棚やんと思って、めちゃくちゃ嬉しい、見れて、ありがとうございます。なんか、ギブンさ、9話やばくない？9話やばすぎて、もう9話オブ9話だった。もう9話ってなった。うん、こちらも送ってくださいました。相変わらず五条悟さんのアクリルスタンドって足が5億メートルやね。なんか五条悟って足5億メートルあるから。うん、あとさ、ツルネもアニメ見たいね。うん、あと上の夏夜の腹筋もエッチすぎるし、もうこの棚もすごい、もうなんか清楚ながらにちょっとエッチさ、ごめん、清楚ながらにセクシーさもあって、すごく素敵なオタクだな。そしてめぐみ
めぐみんも可愛い、すごい僕のお家においで。はい、お次見て、リリムちゃんのオタクスペースめっちゃ可愛くない？やっぱさ、リリムちゃんの女の子ファンってさ、やっぱ可愛いんだなって感じ、やっぱしてたけど、やっぱりそうなんだなって思った。めちゃくちゃ素敵だよね。あと、こちらも送ってくださいました。もうなんかさ、並びのコントラストが素敵じゃない？なんかもう、コントラストがキラキラキラっ てもうすごい可愛い。あ、そして僕のフィギュアも飾ってくださって、ありがとうございます。僕がスノーハレーションの衣装を着てる時の僕ですね。なんか、ありがとうございます。あと、僕の推しのリンネ君を見つけちゃって、ちょっともう、すごく僕も、スノーハレーションでした。はい、お次は、アンスタトゥインクのオタクスペースです。めちゃくちゃオシャレじゃん。絶対さ、この方さ、もう部屋全部が絶対素敵で可愛いよね。もうここを見ただけで、めっちゃ素敵やなと思って。もう中段にね、アイナのメッツォがおりますから、もうね、メッツォはもう空気清浄機と同じ意味、もうメッツォは空気をもう浄化するからね、めちゃくちゃいいですね。はい、お次は、呪術廻戦、ナナミンのオタクだなですね。もう可愛い。このさ、ナナミンのネンドロイドの飾り方めちゃくちゃ良くない？この足開いてちょっと笑ってる感じが、もうこのネンドロイドめちゃくちゃ可愛い。いや、やっぱりさ、ナナミンってさ、まあ、やっぱり大人の男性の魅力もありつつ、脱いだらもうさらに大人みたいなところもあって、ナナミンって素敵だよね。あと、こちらの画像も送ってくださいました。もう治安の悪い男のアクスター。嬉しいよ。僕、治安の悪い男大好きだから、もうなんか、この人たち全員で僕のお家にかかってきてほしいね。僕が一人で相手させていただきます。はい、そしてお次は K-POP の顔のいい男たちがたくさんある K-POP オタクだったですね。もうさ、スキズのリノくんが僕を見てきてますね。もう癒されるね。この画像を見てると可愛いね。これ欲しいな。ちょっと後で画像検索しましょう。めちゃくちゃこのリノをちょっと仕入れたい。ちょっとこの方のここの部分ちょっと拡大してみましょうか。なんかこの缶バッジ置き場ちょっと様子おかしいですね。なんか4個中の1個が顔面偏差値をすごく下げてる気がするんですけど、気のせいかな。なんかこの下にあるこう、なんかこの子のせいでなんかすごいなんか画像の質がなんかロエベの価値まで下がってるみたいな、なんか気のせいですかね。この缶バッジね、誰でしょうね。はい、お次はハイキューのオタク部屋ですね。もうめちゃくちゃ好き。僕こういうヘアベルトが大好きだねよ。で、別の角度がこんな感じ。いや、すごくない？こんな綺麗にさ、グッズ飾れるなんてマジで尊敬する。しかもセンスもあるしさ、もうこの方ハイキューにめちゃくちゃ元気もらってるんだろうなっていう感じが伝わってきて、すごい、もうこの部屋見てもうなんかうるうる来ちゃった。僕も菅原浩志くんの太ももに元気もらう、すごい作品に元気もらって、もうなんかこの部屋見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。ハイキューいいですよね。はい、こちらですね、美しい彼という作品でございまして、もうこの方が美しい彼があまりに好きすぎて、美しい彼のためなら何でもしますっていうような方で、もうそれが伝わってくるよね。もうこの方多分めちゃくちゃ好きなんだろうなって感じがして、もうすごい素敵。お花とかさ、小物とか綺麗に飾ってあって、センスがあっていいね。なんか美しいですね。なんか見せてくださってありがとうございます。そして見て、ヒロアカおちゃこちゃんのオタクの方めちゃくちゃ可愛いね。なんかもうおちゃこちゃん好きとか絶対いいやん。いや、なんといってもね、この方おちゃこちゃんかけるハイブランドのコラボをしてるの、もうイブサンローランディオールグッチでしょ。このグッチのポーチに入ってるおちゃこちゃんめちゃくちゃ可愛いね。もう飾り方にセンスがあって素敵だね。そして次はスイステとエデンのオタクの方ですね。もうジェードフロイド久しぶりだね。そしてエデン、てかさ、このさ、モニターの下にエッチジュンくん飾ってあるのめちゃくちゃ好きだから、このジュンくんいいよね。わしもめっちゃ好き。いや、このエデンのオタクスペースもいいね。そして、このジュンくんの香水が、こうなんか斜めに刺さってるのがなんか生々しくてすごい、生々しい、なんていうの？このジュンくんの香水がこう刺さってるのがすごくいいなって思いました。ごめんなさい。なんかすごくいいみたいです。はい、そしてこちらのオタクスペースもめちゃくちゃ可愛いね。フリーだったり、ブルーロックだったり、こんなんだったり、もうすごい可愛い。もうこういうさ、日常のオタクスペース見れるのが大好きなんよ。なんという、ごめんなさい、僕、ごめん、やっぱり立花誠くんの腹筋に目いっちゃった。ごめんなさい、ほんと、いろいろ見てたんだけど、真っ先に目いっちゃったよね、誠くんの腹筋に。もうごめんなさい、なんかもう、誠くんの腹筋はもう、食べたい。はい、お次、こちらのお部屋もめちゃくちゃ可愛いね。なんかさ、オタクがさ、日常に溶け込んでる感じがして、すごい好きだね。てかさ、やっぱ、M マスのちびぐるみ可愛いね。この画像を見て、あ、やっぱ M マスちびぐるみ可愛いから集めようってちょっと思ったね。あとさ、その FGO 系もあったりとかさ、カイトもあったりとかさ、結構好きなジャンルあってめちゃくちゃこの画像を見てテンション上がった。もう見せてくださって本当にありがとうございます。はい、こちらのお部屋もめちゃくちゃ可愛いね。僕さ、昔ね、実はハニーワークスのオタクしたの、もちさんのオタクしてる時期があって、このさ、ハニワのさ、映画のさ、やつとかってもうね、めちゃくちゃ懐かしくなった。てか僕あれだわ、ユーリ見てないよね。ユーリオンアイス見てなくてさ、これ見て、ちょっと待って、ユーリ見てないと思って、ちょっとユーリ見たいっていう気持ちと、ハニワのオタクだった時の気持ちが蘇ってきて、すごい好きだったね。
はい、そしてこちらもう見て、なんかさ、和服のセクシー男子集結って感じで、なんかもうこれ見た瞬間に、なんかちょっとセクシーすぎて、もう僕汗かいちゃうんですけどっていうくらいセクシーで、もういいよね。バラライもなんかもう呪術もなんかもういいね、この画像いい。いや、改めて和服男子ってええなぁと思って、和服からチラッと出る男のふくらはぎは僕が回収しますってなったはい、そして最後はこちらでございます。めちゃくちゃ可愛いね。もう A3 があったり、カイトくんがいたりとかもめちゃくちゃ可愛い。なんといっても見て、オンエアが飾ってるの。僕オンエア大好きだからさ、こうなんか、え、まあ、なんか令和6年にオンエアを飾ってくださってるオタクがいると思って、めちゃくちゃ嬉しくなっちゃった。この画像見て、またオンエアのオタクやないかいと思って、もうすっごい嬉しくなった。もうな、もういいね、ありがとうございます。ちょっと待って、もうスイッチ版のオンエアめちゃくちゃ楽しみにしてますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、画像送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。いろんな方のオタク部屋見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。オタク部屋ね、検索するぐらい見るのが好きなので、たくさん画像送ってくださってね、もうめちゃくちゃ幸せでした。ありがとうございます。また今度はさ、板バックバージョンだったりとか、なんか V カツバージョンだったりとかしたいと思ってるので、また募集させていただいた時はぜひ気軽に送っていただけると嬉しいです。ご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。